グランドシントは、フランス、オードフランス地域圏、ノール圏のコミューン。北は北海に面し、ダンケルクの西にあり、ダンケルク中心部からは 6km 離れている。グランドシントは、人口密度が高く都市化が進んでおり、A25 で、リールと A16 によって、A2 海峡トンネルと、同じく A16 によって、ブルッセルとつながるなど、交通の便が良い。 歴史的には、フランス領フランドル地方に属す。現代的な都市になる前は、何、世紀もの間の地に囲まれた乾村だった。648年に初めて、グランドシントの名に言及されている。13世紀以降、ベネディクト会派修道院の知識と事業で、水の流れを人の力で作るウォーターングスが行われた。この水は、 アーカワに合流するか、直接海に流れ込んだ。新たな高地が、このようにして、領主と修道院の権力で作られていった。土地から生じた、権力、土地の所有権、家族を養うための力も生まれた。海岸沿いの村でよく見られるように、グランドサントの農民は、砂丘から守られていた。旧世紀の村の名はセンタナズであった。フランドル白ジャンは、 1280年に初めてダムを建設した。彼の名にちなんで町の通りの名が付けられている。しかしグランドシントが海側のフランドル伯領である以上平和なまま繁栄することは困難であった。同盟、結婚、承継、様々な修道院による派遣の移り変わり、16世紀から18世紀までは3つの大国の間で戦略的な問題にもなった。 フランドルでの戦いがグランドシントの運命を左右した。1648年7月14日、ダンケルクとその周辺の町村は1日で3度の国籍変更をした。午前はスペイン、午後はフランス、夜はイングランドである。1662年、ルイ14世がイングランドからこの土地を買った。グランドシントはベルグ上州の傘下に置かれ、その後は ダンケルクの領地となった。ダンケルクは北部の流動的な国境地帯で最も活気ある港でその歴史は輝かしいものだった。1870年以降、港に経流していたボートが原因でこれらが流行した。19世紀末は安定した時代で多くのグランド神との一族が繁栄した。第一次世界大戦中、イゼル川の騎士は シュマンドダームほど有名ではないものの前線地帯となった。ドイツ軍の猛攻にもかかわらず、ダンケルクは墓とならず、武装したキャンプとなっていた。海岸は、連合軍の飛行場に駐屯する軍隊を通じて、武装化された。平和が戻ると、ブルブール運河沿いに、最初の工場が作られた。戦艦機、カレルフューシャグループは、造船工場を作り400人を雇用した。 同時期のグランドシントの人口は3500人に満たなかった。第二次世界大戦はグランドシントに取り返しがつかないほどの動揺を与えた。それはまやかし戦争で始まったがムーズ県とソンム川でのドイツ軍の攻勢がダンケルクのポケット地帯にて普通英軍を包囲することとなったのである。ダンケルクでの戦いは驚異的な大ガモ作戦で終わった。この時、 水を排水している開口部が塞がれたため、水が逆流し、海抜より低い土地は水浸しとなった。ドイツ軍は1944年に撤退するまで、撤退用の戦略としてこの状態のままにしておいた。彼らは、ベルリンが降伏すると、休戦条約調印の翌日、1945年5月9日に降伏した。一方、占領時代、 海岸にある飛行場は連合国の攻撃目標だった。イギリス空軍は時々バトルオブブリテンに参加するドイツの爆撃機を標的としてこれらの飛行場を破壊するため村ラを爆撃した。当時のグランドシント住民は1944年9月15日の夜を覚えていた。住民たちは身の回りのものをわずかに持ったまま短時間で自宅から出るよう命じられ、 家族と共にさらに内陸へ逃げようとしていた。371個の住宅のうちに139個が原型をとどめないほどに破壊され、教会は爆弾で吹き飛んでいた。132個は損害を免れたが、全くの無傷ではなかった。8ヶ月後に自宅へ戻ってきた住民たちは、自分たちが何もかも失ったことを知った。 彼らはゼロの状態から生活を再建せざるを得ず、その後数年間困難を味わった。彼らは自分たちの生活を取り戻そうと奮闘した。一刻も早く土地を再び工作可能にしようとして、それぞれの分野で状況を変えようとした人々が埋まっていた地雷で死亡したことは、住民に精神的外傷を残すことになった。アメリカやカナダの戦時代かたちは、 1945年8月10日、小切手や小包みを送った。簡素な小村であったグランドントは、大戦後の製鉄業の発展で1960年代に急速に発展した。参照元、1968年以降陰性。ありがとうございます。